皆さんは全国で年間3万匹以上の猫が殺処分されているのをご存知でしょうか。ここ野々市市には猫の殺処分を少しでも減らすため活動を続けるボランティア団体があります。地域猫活動といって、お外に暮らす野良猫ちゃんの避妊去勢手術をしてお外に返すっていうのがメインのボランティア内容になります。のの自慢、今回はボランティア団体野々市にゃんこのお家を紹介します。1月23日、にぎわいの里野々市カミーノで野々市にゃんこのお家が主催するチャリティーイベントが行われ、パネル店や雑貨ショップ、無料相談所などが設けられました。夫婦で活動を行っている中野夫妻に話を伺いました。第一目的として、その地域猫活動というのを知ってもらいたいっていうのがもちろん第一の目的になります。なのでちょっとパネル展っていうような形をさせてもらって、募金箱を置かせていただいてるっていうのと、あとは各店舗さん方の出店料を少しいただく、寄付としていただくっていう形と、あとは売上の一部を支援金としていただくっていうような形です、今日のイベント、うん、はい。店舗さん、作家さん、みんなうちの活動を理解して賛同してくれとる人らばっかりなんで、うん、こっちからもお客さんいっぱい集めてもらえるし、うん、で向こうも募金できるし、ウィンウィンな関係が築けたらなって、うん、思います。はじめは2人だけで活動していたそうですが、大きな活動をするため3年前に団体を設立。現在およそ10人で殺処分されてしまう野良猫を減らしていく TLR 活動や、保護した猫の里親探しを手伝っています。活動を始めたきっかけを伺いました。最初は、野良猫が多いなって見てるだけだったんですけど、やっぱり糞尿被害っていうのも実際に自分の家にもあったんです。野良猫ちゃんがマーキングでちょっとトイレしちゃうとか、ちょっと糞置いていくっていうのがものすごくあって、まず匂いですね、匂いがすごく気になった。ただ自分も犬猫大好きなので、別に追い払うのもちょっとかわいそうっていうのもあったので、ただ初めは見てるだけ。ただなんかならないのかなってまず疑問に思ってる時に、一匹の子が怪我したんです。怪我をしてて、その子の治療をしてあげたいなと思って、ただどうしていいか正直その時全く分からなかった、無知だったので、別のボランティア団体さんの方にどうしたらいいかっていうのを問い合わせをして、怪我の子の治療と、これから猫ちゃんがたくさん生まれないために、じゃあ一緒に避妊去勢手術もしてあげた方がいいんじゃないかっていう、当時アドバイスをもらってやったのがきっかけになります。はい。さらに夫婦で活動を始めたのにはこんな理由も。僕は基本猫アレルギーの犬嫌いなんです、うん、でじゃあなんでやってるのって言うと、妻がやってるんで、でこの活動を本当はやめさせたいんです、うん、で要はやってる本人らもやりたくてやってるわけじゃない活動ですし、うん、それなら二人で協力してささっと終わらせてしまおうって、うん、そういう感じで夫婦で始めました。この活動をやめるっていうのは最終的な目標です。なんかボランティアがいなくても、本当はその外の猫ちゃんがいない、不幸な猫ちゃんがいなくなるようにしていきたいっていうのが私たちの最終目標になるので、もしもここで終わらなかったらダメなんですけど、ちょっと次世代につなげていけるような活動にしていきたいなとは思ってます。猫は一度の出産で4匹から8匹を出産し、放っておくとその数がどんどん増えていきます。しかし野良猫を保護するのはそう簡単ではないといいます。すんなりその捕獲器に入ってくれる猫ちゃんもいれば、何ヶ月間毎日通う現場も正直あるんですよ。でもちろん依頼者さんと一緒に二人三脚でやっていくんですけども、真夏だろうが真冬だろうが外の張り込み
1、2時間とかはザラってあるので、もうずっとひたすら猫が捕獲器入るのを静かに静かに待つっていうのが本当に何ヶ月も続いた現場も正直あります。あとはその、あの多頭で飼育しているような現場とかになると、猫ちゃんが何十匹ってやっぱりいるような現場も正直あるので、そういうところになるともう何回も通ってあの病院連れてってっていう往復っていうのがちょっと地道な作業ってあれですけど、地道な活動にはなってくるので、そこがやっぱりあの正直大変かなと思うところではあります。こうした活動が徐々に認知され、今回のチャリティーイベントでも募金や支援物資が数多く届いていました。野々市にゃんこのお家の活動に感銘を受けたというこちらのご夫婦、里親となるため引き取った猫は全く目が見えない全盲の猫だそうです。買う前すごい心配してたんですけど、買ってみたら全然目が見えないこと忘れちゃうぐらいなんか、ね、元気で、動物の力本当すごいなって思ったよね。そうですね、もう本当になんかね、スイスイ動きもあるし、スイスイ動きもありますし、ぶつからないんですよ人に。すごい、何かしら なんでそんな避けれるんかなって思うんですけど、なんか全然目が見えないはずの目が合うっていうか、ものすごいなんかね、見てくるし、ね、うん、遊びも追いかけてくれるんで、すごいなって、めっちゃ可愛いですね、感じですね、はい、なんかやっぱ人間のせいでこういう野良猫ちゃんがいっぱいはできたっていうこともあのいろいろ SNS とか載ってたんで、あ、なんか何ですかね、ちょっとやっぱ、あ、そっか、人間のせいならなんか何でしょうね、自分たちもちょっとできることがあるのかなって。最後に今後の展望を伺いました。地域猫っていう言葉を知ってる人自体が少ないと思うので、あと地域猫っていうのをもうちょっとあのたくさんの人に知ってもらえるようにこれから活動を広めていきたいなと思ってます。まあ本当に1匹でも多くの子を助けてあげれるように、不幸な命っていうのを1匹でも減らしていけるようにスタッフのみんなと頑張っていきたいなと思っております。地域猫っていうのを皆さんに伝えていきたい、うん、そういう活動を目指して頑張っていきたいなと思います。野々市にゃんこのお家ではボランティアや里親を募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。